おはようございます鈴木道代です家族一人一人がみんな健康であることこれは誰しもが願うことですねみんなが健康で楽しく暮らせるというのは何者にも買い難いものですそんな皆さんの健康に関する相談をお受けしているのがこのサンデークリニックです直接専門の先生に相談に応じていただくことで健康に関する正確な情報をお伝えしますどうぞ安心して皆さんの相談をお寄せください 今日のテーマは子宮癌の知識、子宮癌検診を受けましょうです。早速、今日の先生をご紹介いたしましょう。浜松市の従前記念病院女性医療センター長の佐賀小泉先生です。先生、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします、はい。こちらこそよろしくお願いいたします。今回は子宮癌の知識、子宮癌検診を受けましょうというテーマでお話を伺ってまいりますけれども、まず。 子宮について、そして子宮癌が,がどのような病気かについて教えてください。はい、子宮は骨盤の中にある臓器ですので、どんな形をしているか実感としてわかりにくいですね。はい。正常の子宮の大きさは L サイズのニワトリの卵くらい、形は電球、昔ながらの白熱電球を前後に少し押しつぶしたような形をしています。はい。 ソケットに差し込み部分を下に向けて、窒感、筒状になった膣の奥のところに、差し込み部分の一部分だけが顔を出しています。明るく光る部分が子宮体部です。はい、妊娠し、胎児が成長していく場所です。ソケットに差し込む部分を子宮頸部と言います。はい、子宮の首という意味です。子宮頸部は筒状になっていて、通路の役目をしています。通路のところを、軽管と呼びます。 軽感を通って精子が上昇したり月経血が排出されたりします、はい、また分娩の時は赤ちゃんが軽感を通って生まれてきます、はい、子宮体部にできる癌を子宮体癌、子宮頸部にできる癌を子宮頸がんと言います子宮がん検診という場合は子宮頸がんが対象となります、はい、子宮頸がんは子宮頸部の中でも膣側に顔を出している部分 チスから増えることのできる部分に発生することが多いです年齢が上がるともう少し奥の部分頸幹の部分に発生する率が増えてきます、はい、組織型細胞のタイプには扁平上皮癌と腺がんがあります扁平上皮癌は皮膚のような比較的丈夫な組織何層にも細胞が重なっている重層扁平上皮から発生するタイプの癌で子宮頸がんの多くはこのタイプです、はい 腺細胞という粘層性の腺細胞から発生する腺がんも最近増えてきましたが今でも子宮頸がんというと扁平上皮がんが大多数を占めていますそうですか、まあ、本当に女性のがんとしては、ね、非常にまあ重大ながんだと思いますけれども特にあの子宮頸癌がんはウイルスが原因と言われていますよね。 はい子宮頸がんはほぼ100%ヒューマンパピローマウイルス HPV の感染が原因で発症することが分かっています、はい、このウイルスを発見したドイツがん研究センターのヘラルド・ツァ・ハウゼン名誉教授は2008年にノーベル生理学賞を授与されています。はい、子宮頸がのの原因となるウイルスの発見が 人類の未来にとって大変重要な発見だったということを表すエピソードです、はい、HPV には100以上の方がありますが粘膜に感染するタイプのハイリスク型15種類が癌の原因となりますたくさんある HPV の一部が子宮経がを引き起こすのです、はい、HPV は性行為によって感染しますこのウイルスに感染するのは特殊なことではなく 日本女性の3人に2人以上は一生の間に1回以上感染すると言われていますそうなんですねウイルスに感染しても多くの場合ウイルスは自然消費としますが中には持続感染となる方や繰り返し感染する方がいます、はあ、ウイルスは自分で増殖することができません感染した子宮頚部の上皮細胞の中に入り込みそこで細胞の構造物を利用して増えていきますはい 持続的に長期間感染している場合や感染を繰り返している場合ウイルスが住み着いた細胞の染色体に栄光を与えて変化させることがあります、はい、その変化が細胞を癌化させるような変化であった場合癌細胞に変化した細胞が増殖して子宮頸がんとなります HPV は子宮頸がんの原因となるウイルスですが感染した人みんなが子宮頸がんになるわけではありませんはい ウイルスに持続感染した人の中で、ごく少数の人だけが数年から数十年の長い時間をかけて子宮頸がんを発症します。はい、WHO の試算では、持続感染した人の中の0.15%が長い年月の後、子宮頸癌を発生すると言われています。 そうなんですねでも日本人女性の3人に2人以上は一生などに1回以上感染するという中で今のお話ありましたけれども発症する人がまあいらっしゃるどんな人にというのがあるんですか、えー、日本女性の中でそれくらいの人数の方が感染すると言われてますので、はい、ある意味、誰でも子宮がになる子宮頸がんになる可能性があると言えますす、はい、ただ発症する年齢には特徴があります。 癌というとお年寄りの疾患という印象がありますが子宮頸がんは若い年代の患者数が多い疾患ですそうなんですね今あの年齢的なことが出ましたけれどもその年齢的な特徴を含めて子宮頸がんの罹患率など現状ってどうなってるんでしょうかはい。ある病気の患者数が人口10万人に対して何人であるかを罹患率と表現しますが2010年の厚生労働省の統計では 子宮経がの罹患率は20歳から24歳までの年齢層で1.225歳から29歳までは11.030歳から34歳までは22.2と増加していき35歳から39歳までは28.640歳から44歳までは31.2でピークとなり45歳から49歳まで,では26.5 その後、50歳以降は罹患率が20弱で、推移してあまり変化は認められません。はい、年齢が上がると罹患率が増える他のがんとは、全く違った年齢分布を示しています。2010年は20歳未満の罹患率が0.0でしたが、他の年では10歳代でも罹患率が出ています。<ー>若い年代から発症する癌なのです。 20歳から34歳の年齢層の女性に限ってみるとすべてのがんの中で最も罹患率が高いがんです、はい、罹患率の高い30歳代40歳代というのは女性にとってどういう年齢か考えますと最も忙しいい時期とと言えると思います,そうです、ね、家事の切り盛り子どもさんがいらっしゃる方は育児や教育さらには職場で責任ある立場について大活躍している。 働き盛りの時期と言えます、はい、子宮頸がんの罹患率が最も高いのはそのような時期の女性です癌になったことに気が付かず病状が進行して長期間の闘病が必要となったり命を落とすことになったりした場合その方の家庭が崩壊してしまう可能性もあります、はい、海外では同じように若い年齢の女性に多い乳がんとともにマザーキラーと称され社会問題として 数十年前かから理解率を低下させることに力注がが注れていますすそうなんですか、まあ、本当にあの一番活動している時期の女性に多いということでやはりお子さんとか、ね、家事とかいろんなことに追われているとご自分の健康ということをちょっとおろそかにしがちな年代とも言えると思うんですよね。でも例えば自覚症状みたいなものってないんですか、はい 子宮頸癌と診断された人に診断される前にどのような症状があったか伺ったアンケートがあります、はい、無症状という方が3、4割特に気になることがなかった方これも無症状と言い換えることができると思いますがそういう方が3、4割合わせて7割の方は何も症状がないというアンケート結果が出ています、はあ、子宮頸癌の場合初期の癌ではほとんど症状がありません 初期から8割以上の方に自覚症状がある子宮体癌とは対照的です、はい、進行するまではほとんど症状がないということも子宮頸がんの特徴の一つですそのため何か症状が出てから受診すれば良いという考え方は子宮頸がんの場合は全く通用しないと言わざるを得ませんそうですかということは 何かあった時にはもうかなり進んでしまっているということだと思うんですけれども。そうですね。ねえ。あのこの子宮頸がんの治療というのはどんなふうに進んでいくんでしょうか。はい。と子宮頸がんは一真空機によってゼロ期から四期までの段階に分けられています。ゼロ、はい、期は上皮内癌といって。癌細胞が上皮の中にとどまり。上皮の底の部分にある基底膜というバリアを超えてはいない状態です。 基底膜というバリアを超えて、子宮頚部の組織に入り込んでいるけれども、子宮頚部にとどまり、他に浸潤していない状態を1期と表します。はい、その中でも真珠の程度がごく、軽い微小浸潤癌 1a の1期と0期合わせて初期癌と表現して良いでしょう。それ以上は浸潤癌に分類されます。2期、はい、以上は頸部を越えて浸潤したり、遠隔臓器離れた臓器に転移したりしています。 頸部から周囲の組織への浸潤の程度で2期と3期に分けられ、他の臓器に浸潤した状態や遠隔臓器に転移した状態を4期と言います。はい、治療方法としては、手術療法、放射線療法、抗がん剤療法などがあります。3期や4期の場合は、すでに手術では切除しきれない状態である可能性が高いので、放射線療法や抗がん剤が選択されることが多いです。はい。 1>, 1期の浸潤癌、二2期の場合は手術が中心となりますが子宮をその周囲の組織と一緒に広く摘出しさらにリンパ節まで摘出する抗反前摘術という大きな手術になり術後の後の遺症が問題となる場合もあります。さらに手術後に放射線療法が行われます0期から 1A の1期の初期癌の場合は子宮を摘出するだけで治癒可能です。 また子宮頚部の病巣のある部分を切除するだけで治癒切除とすることも可能です、うん、妊娠可能な年齢の患者様の場合は妊娠機能を保つため子宮を摘出しないで治療を行うことも可能です、はい、20歳代や場合によっては10歳代でも発症するがんですから治療の際に妊娠機能を保つということは人類にとっても重要な問題ですそうですね そのためには何も症状のない初期がんの段階で発見することがとても大切なのですそうですねやはり早く見つけるためには検診がとても重要だということになってくるんだと思いますこの検診についてはまた後半で詳しくお話を伺っていきたいと思います 今日のサンデークリニックは、子宮癌の知識、子宮がん検診を受けましょうということで、浜松市の従前記念病院女性医療センター長の佐賀小泉先生にお話を伺っています。子宮癌、今日は特に子宮経がんを中心にお話を伺っていますけれども、子宮経がんは、 非常に女性が活動している時期、まあ、子育てですとかお仕事ですとか一番忙しい年代30代40代に多い病気でしかも初期にはほとんども症状がないということでいかにこれを早く発見し治療していくか対策をしていくかが大事だというお話を伺いました後半はこの見つけるための検診についてのお話を伺っていきますがやはり早期発見のためには検診が重要ということですよね、はい、そうですね。 子宮頸がんは初期には何も症状がありませんまた進行が比較的ゆっくりとしたがんです早い段階で発見できた場合完全に治ること完全治療を得ることができます進行が早いタイプの癌では年に一度あるいは2年に一度の検診で初期癌の段階で発見することは困難です、はい、また子宮体癌のように初期から症状がある場合 その症状のために医療機関を受診する方が多いので、無症状の方に行う検診が有効であるとは言い難いです。この点、子宮頸がんは、がん検診の効果が期待できるがんと言えます。はい、日本医師会のがん検診に対する統計でも、子宮頸がん検診は子宮頸がんによる死亡率を低下させるという、はっきりとした効果が証明されています。はい 20歳を過ぎたら2年に一度子宮がん検診を受けることを勧められていますがきちんと2年に一度検診を受けていたら子宮頸がんで命を落とすことはないという統計上の裏付けがあるのです、はあ、さて子宮がん検診にはがんの早期発見という以外にも驚くべき効用があります。子宮がのの原因 HPB 感染であり 感染した細胞が長い時間をかけてがん細胞に変化するということをお話ししました、はい、ウイルスに感染した細胞はいきなりがん細胞に変化するのではなく徐々に細胞が変化していきます、はい、ウイルスに感染すると最初は細胞の中にウイルス感染をします空砲ができ感染が持続すると徐々に染色体を格納している核に変化が起こってきますはい 核の中で起こっている変化が、正常な核分裂の範囲を超えると、がん細胞となり、勝手に増殖し始めます。この変化の過程で、がん細胞になる前の変化が起こっている細胞を、子宮がん検診で見つけることができます。はあ 子宮がん検診を受けることによりその時は子宮頸がんではないけれども将来子宮頸がんになるかもしれない人たち子宮頸部の細胞の中にウイルスを持っていて細胞が変化を起こしている方たちをがんににななる前に見つけ出すす。すことでできますそうなんですね。実際に検診を受けられた方の中には正常でもなくがんでもない異形成という結果が返ってきた方がいらっしゃると思います。 この異形成という言葉は、細胞がウイルスに感染し、変化が起こっているということを表しています。はあ、HPV に感染しても、ほとんどの人はウイルスが自然消失してきます。異形成という結果が出ても、将来子宮圏外になるということを表しているわけではありません。はい、異形成で経過観察を行っていると、ウイルスが自然消失するに伴って、細胞が正常化していく人の方が大多数です。うん でも中には経過観察の過程で細胞の変化が悪性変化に近づいている方も見つかってきます、はい、そういう方たちを子宮頸癌になる前に治療することによって癌の理解率、罹患率を低下させることも可能となります、はい、異形腺の段階では子宮を摘出する必要はありません子宮頸部の病巣を摘出する塩水切除やレーザーでウイルスに感染した細胞を焼いて除去したり 液体窒素や二酸化炭素で細胞を凍らせて変性させたりして子宮の形に変化を与えないような治療も可能です、はい、妊娠・出産に影響を与えないような治療法を選択することができるのです <laughs> つまり子宮がん検診は子宮癌を早期発見して癌による死亡率を低下させるだけではなく癌になる可能性のある人を見つけて経過観察することによりがんの発生率を低下させる効果もあります 子宮頸がんにならないために、子宮がん検診を受けようと呼びかけたいです。そうなんですね。で、早く見つければ、それだけ早く手を打てて、あの体の方の負担も少ないですしまあ、将来お子さんをという方もね。ちゃんとそういう機能も残したまま治療を進めることができるということですね。やっぱり検診ってとても大事ですね。で、この子宮がん検診なんですが、どんな検査をするんですか？検診は問診を伺うところから始まります。 普通のの診診察と違って検診の場合は、問診はアンケート用紙に記入していいただくことが多いです。はい、問診の内容としては月経が始まったのは何歳か月経の周期は何周期か一番最近の月経は何日に始まって何日に終わったかという月経歴あと妊娠回数や分娩回数などの妊娠分娩歴あと結婚歴成功歴などの基本情報と。 出血や痛みなど自分で気になることがないかという自覚症状を伺います、はい、産婦人科の外来を受診されるときとほとんど同じような質問事項です、はい、問診によるとその人の状態を把握した後診察を行います婦人科の診察は内診という特殊な診察方法で行いますはい。内診台に乗っていただき窒経という器具を膣の中に挿入して膣の一番奥にある子宮の入り口の部分 子宮頚部が膣に顔を出している部分を確認します。そこから細胞をこすり取るようにして、採取して検査に提出するのが細胞診、いわゆる子宮がん検診です。同時に子宮や卵巣骨盤内に異常な所見がないかということも診察しますので、子宮筋腫や卵巣腫瘍が検診で発見されることもあります。そうなんですね。 採取した細胞は染色して顕微鏡で観察し細胞の形、構造、核などに異常な所見がないか調べその結果が報告されます、はい、細胞顕微鏡で調べ癌になる前に子宮頸がんになる因子を持っている人を見つけることができるのは今までの細胞の変換のデータが集積され診断方法として体系化されているおかげです子宮頸がん検診はこんなに役に立つ検査なのです でも子宮がん検診を受けなければいけないと思っていたも二の足を踏んでしまう女性が多いのが事実です。そうですね。内診という特殊な診察方法を取る検診であることがその原因と思います。特にまだ妊娠したことのない女性は躊躇なさると思います。はい、細胞を自己採取して行う検診方法もありますが。 子宮頚部の位置を考えると、きちんとその場所の細胞を採取するためには内診という診察方法をとるのが一番です。うん、羞恥心を乗り越えて自分の未来のために検診を受けてほしいと強く思います。そうですね。医療現場でも女性の羞恥心に配慮して検診を受けやすい環境を整えるよう工夫しています。以前は集団検診で流れ作業のような検診が行われていた時代もありましたが。 今は一人一人のプライバシーをした診察になっています、はい、特に若い女性にとっては婦人科を受診するというだけでも周りの目を気にして恥ずかしい思いをされるかもしれませんので当院のように女性専用のコーナーを作ったりまた女性専用フロアを設置したりして待っている時間もくつろげる環境づくりに努めたり施設もあります。はい 受診する方が不快感や痛みを感じた時我慢せずに言うことができるよう話しやすい雰囲気を作り出せるよう努力しています、まあ、将来的には美容院やエッセに行くように子宮眼検診を受けることができるようになったら理想的と私個人は思っております そうですかでも本当ですねご自分の体のことを思ったらあの気軽にちょっとどうかなって見てもらえるなんていう環境ができたら本当にいいですよねそして若い方に多いがんだということなんですがその若い方というのはどうしても恥ずかしいって思ってしまうかもしれないその気持ちが強いかもしれないんですがそこを乗り越えていただくことがご自分の健康を守ることになりますのでね、はい、ぜひあの勇気を持っていただきたいと思いますけれどもこの子宮がん検 氏の受診率ってどうなんでしょうか？はい、残念ながら日本では予防医学に対する認識が欧米ほど高いとは言い難い状況です。最も新しいデータでも子宮がん検診の受診率は3割に達していません。はあ、欧米では7割割の受診率がありますから、先進国の中では異常に低いと言わざるを得ない状況です。はい 現在アメリカでは子宮がん検診の受診率が8割程度ですが2割の人たちが検診を受けてないということが問題となっているんです。うん、検診を受けない2割の人たちは貧困層の人が多く検診を受けるお金もなくまた子宮頸がんに罹患して自覚症状が出てくる状態になっても公的医療保険のないアメリカでは医療機関を受診できず進行がんとなっても治療を受けられず死亡してしまうことがあるためです。はあ 生産年齢にある女性が闘病生活に入るまたがんによって死亡するのは社会的な損失であると考えると検診を受けない2割の人たちを見過ごさず公的補助をを与えて検診に足を運んででもらううののは経済効率の高いい医療政策ということこができます、はい、日本では症状が出てから医療機関を受診するという感覚が強いと思いますが症状が出る前に初期で発見する。 病気にならないよう予防するそういう予防医学が大切であるということを広く啓蒙していくことが必要です、はい、きちんとがん検診を受けるとともに h p v の感染予防を行うことで子宮頸がんの75%を防ぐことが可能であるという試算が出ていますあ、そうなんですね現在発症している子宮頸がんの患者数を4分の1にできるということなのですが 一般の女性でそのことを知っている方はほとんどいないのではないでしょうかそうですよね医療関係者がそのような情報を分かりやすく広く発信していることが必要と思われますはい。知識を広めるという意味で学校教育も大切と思います中学校高校で子宮がん検診によって子宮頸がんの発生率を減らすことができるまた子宮頸がんになっても命を落とすことを防ぐことができると教育することが 将来のの子宮頸がんの発生率低下死亡率低低下下死亡につながっていくはずです、はい、もし20年前に性教育の一環として子宮鑑検診の大切さを教育されていたら現在40歳前後で子宮頸がんに罹患する人の人数がもっと少なかったかもしれません。ん若い世代ががん検診を受けることを習慣としたら。 今から何十年後かには子宮顕が珍しい病気と言われるようになるはずですそうですねさらに行政や企業の協力が得られたら受診率向上の効果が高いと思います企業の検診の項目の中に子宮がん検診を入れていただけると仕事をしている方が子宮がん検診を受けやすくなるでしょうまた自治体が検診に対して助成金を出すというのも受診率を上げる効果がありますはい 26年度は検診の無料クーポンが来たので受診してみようと思ったという方が数多く受診されました。はい。わざわざお金を払って検診を受けようとは思わないけれど、無料なら受けてみようかという方が多かったようです。はい、住民従業員の検診に必須する費用は検診を受けずに進行癌で発見される人がいて。 その方の治療費に対して健康保険から拠出する費用よりも少ないという事実があります検診は実は経済効率が良いということを行政や企業の方たちに知っていただき協力を得ることができたら良いと思っておりますそうですね、はい、医療関係者からの情報発信学校や家庭での教育行政や企業からの経済支援があれば検診の受診率を上げ 子宮頸がんの理解率を低下させることは可能だと思っております本当にやっぱりみんなしてこう子宮頸がんについてということを考えていかなければならないということですよね。はい、やはり病気に対しては早期発見早期治療が大切なことですしその方の健康を守るためにもこれ本当に、ね、皆さん気をつけていただきたいと思います。女性が健康でハツラツと生活するためにどんな点に気をつけていけばいいか改めてアドバイスをお願いできますでしょうか。はい 予防医学に興味を子宮てほがいに限らず予防できる病気は予防してかからないようにするかかったとしても早い段階で治療を開始し負担の少ない治療で済むようにすることです日常生活で例えば生活習慣病やメタボリックシンドロームなど自分で防ぐことのできる病気にはかからないようにして検診をあときちんと受けることが大切です そして心の持ち方も大切日々明るく楽しく前向きにご機嫌に暮らすことですね、はい、HPV 感染が分かって悩んでいる方に次のようにアドバイスします日々楽しく暮らして免疫能を上げてウイルスなんか吹き飛ばしてくださいと笑うかどには福来たる病は気からと昔から言いますけれどもそれは真実と思いますはい 防ぐことのできることはしっかり防ぎ、あとは前向きにご機嫌に、ハツラツと生活しましょう。はい。ぜひ先生のアドバイス参考になさってくださいね。今日は、子宮がんの知識、子宮がん検診を受けましょうというテーマで、浜松市の従前記念病院女性医療センター長の佐賀小泉先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。